ご紹介ありがとうございます。えっと、はじめまして、グラフィックデザイナーで環境活動家の平山みなみです、えっと。皆さん、今日はありがとうございます。えっと、では、早速ですが、画面共有をいただきます。これで大丈夫でしょうか大丈夫です。はい、ありがとうございます。 えー、ということなので、では、えっと、早速ですが、あの、私の、あの、テーマ、この気候危機時代にグラフィックデザイナーができることとはというテーマで、えっと、これから話していきたいなというふうに思います。えっと、まず、はじめにですね、どうして私がグラフィックデザイナーをやりながら、えっと、気候変動の周辺でも活動しているか、 ということについて、えっと、自己紹介も兼ねて話したいなというふうに思います。えっと、私は1987年に千葉,県千葉県の田舎町で、えっと、自然に囲まれた場所で生まれ育ちました。でえっと、自然進行している土の影響もあってか、えっと、昆虫や動物が大好きになっていつも家の裏山や土の田んぼで遊んでいる幼少期でした。 で、小学校高学年になった頃に、えっと、環境問題というのを習った時には、自分の大好きな自然が人間の活動によって脅かされているということを知って、すごく憤りを感じました。で、まあ、今思えば、ここが、ここが環境問題に取り組むデザイナーとしての私の原点だったのかなというふうに思っています。で、 高校生になって、海の高校に通うようになってからはと、自分自身が自然を破壊する人間活動の一部になっていると感じるようになりました。で、自分の生活がこう自分が大好きだった、大切にしていたこうものを傷つけているんじゃないかという考えが頭から離れなくなって、えっと、すごく悩んでいたのを今でも覚えています。 で、ちょうど同じ頃に、まあ、進路を決めるタイミングになって、えー、デザインは問題を解決する手段だっていうことをよく耳にしましたちょうど2000年代だったと思うんですけどこういうフレーズを、まあ、デザイン雑誌などでよく見るようになりましたで、まあ、自分は環境問題や社会問題を解決するためにも、えー、デザイナーになりたいって思うようになったんですよね で、そう決めてからは、あとまあ、大学に行く準備をして、えっと、たまびの、今はないんですけど、夜間部でデザインを学んで、えー、最終的には東京のデザイン事務所、3つの事務所で働きました。で、さっき言ったように、もともとはその環境問題を解決したいっていう大きな志があったんですけど、まあ現実的には、 グラフィックデザインについて学んだり、えっと、実力をつけることが優先だったので、この間はあんまり環境問題についてじっくり考える余裕もありませんでした。で、まあ、そんな時期が長く続いたんですが、えっと、4年ほど前にいくつかのショックを受ける記事を読んだんですよね。で、特にこの 昆虫の数の減少っていう記事には大きな衝撃を受けました。でこう自分がグラフィックデザイナーの仕事に集中している間にあの生物多様性の崩壊や、えっと、気候変動がどんどん進んでいたんだっていうことに気づきます。でもともとこういう問題を解決したくてデザイナーになったはずだったのに 何もせずにここまで来てしまったっていうことに対しての罪悪感も抱きました。で、それ以降、これが2019年のあたりで、それ以降は、えっと、環境活動家とも名乗るようにして、積極的にデモやマーチに参加したりですとか、あとは法制度を、えっと、変えるように訴えるようなアクティビズムにも参加しています。で、 そうですね。3年前に、えっと、デンマークの王立芸術大学のグラフィックコミュニケーションデザイン修士課程に入学して、えっと、2年間修士課程の勉強をしました。で、えっと、去年の夏にその修士を終えて、今は本格的にフリーランスのデザイナーとして活動しています。で、えっと、最近、あの、日本で SDGs とか、 サステイナビリティっていう言葉がよく聞かれるようになったと思うんですけれど、えっと、私はグラフィックデザインにこうサステイナビリティを足しているっていうことではなくても、えっともとその環境問題とか社会の不平等に対しての憤りがあったからこそ、えっと、グラフィックデザインの道を選んだっていう経緯があります。 で、それが今の自分の働き方とか考え方にも大きく影響しているなと感じています。と、ここまでがまあ私の簡単な自己紹介というか考え方の紹介というところで、えっと、ここから先はそのテーマにしている問い、気候危機時代にグラフィックデザイナーができることとはという。 テーマに対しての答えを探していく話に入っていきたいなというふうに思います。で、えっとですね、メインの問いに行き着くきっかけとなる収支の課題がありました。えっと、それは良いデザインとは何かということを考察するリサーチ課題でした。で、まずこうクラス全体でじゃあ何を基準に良いデザイン かを判断すればいいのかを分類するためにカテゴリーを3つ設定しました。でまあ、どれも全あの面白い内容なのですが、えっと、私はその中のサステナビリティを選択しました。で各チームごとにそれぞれのテーマで、えっと、2週間ほどさらにこうリサーチを行いました。で そうですね。その課題の中で、First Things First というマニフェストに出会います。このマニフェストは、1964年にイギリス人、イギリス人デザイナーのケン・ガーランドさんによって発表されています。で、まあ、どういうマニフェストだったかっていうと、えっと、消費主義を促進させる広告事業に グラフィックデザイナーの能力を使うことを減らすべきだということを訴えるマニフェストでした。でまあ、このマニフェストに出会った時、私は彼の考えにすごく共感したので、うれしくなったんですけど、まあ、それと同時にこのマニフェストができてから50年以上経った今,今も業,業界の,その住み方の状況が変わっていないということと、むしろ さらに過剰な消費主義に加担しているということに疑問を感じるようになりました。で、そのグループリサーチを経てですね、最終的にサステナビリティを軸に良いデザインを目指すためのガイドをまとめました。で、英語のままですみません。簡単に訳していくので。 で、サステナビリティっていうのも、あの、さまざまな側面があると思うので、えっと、このガイドの中では10個の項目を作っています。で、この、この10個の項目が、まあ、今回のトークの問いに対しての、まあ、ある意味で指標,指標になるんじゃないかなと思うので、えっと、ちょっと訳しながら共有していきたいなというふうに思います。で、はじめの、 エスィックスは倫理観ですね、えっと。そのプロジェクトを引き受けて、どんなデザインをするかにおける倫理観を問う部分です。2つ目はスパンですね。デザインして、この世に生み出されるものの寿命について、ですぐに 捨ててしまわれるものを生み出さないことですとか、えっと、もしくは、こう、使用後について、作ったものの使用後について考えることで。3のインパクトは、えっと、作り出されたものが引き起こす人々や社会と自然環境もですね、への影響について。 4のタイムラインは、生産過程のそれぞれのステップで起きる環境負荷ですとか、不公正性について。で5のテクノロジーに関しては、えっと、デジタルデザインのエネルギー負荷についてですとか、再、えっと、エネのみで運営されるサーバーについてなどです。 6はマテリアル、素材ですね。えっと、プラスチックを避けることはもちろんなんですけど、えっと、新しく開発が進む土に変える成分解成の素材の紹介だったりとか、えっと、単一素材を作ることでリサイクルしやすくなるようにすることについてなど。7番の transparency は透明性。 ですね、生産過程で行われていること、うん、とあと、まあ、デザインの過程も含めての透明性で <laughs> その中でこう貧困層の搾取であったりとか自然資源の搾取が行われてないかっていうところ8番のデザインスタジオはデザイン事務所を始めるってなった時にその運営する時にできることについて。 これは、まあ、再エネの電力を使うですとか、えっと、会社の銀行を、まあ、いわゆるクールバンクっていう化石燃料に投資してない銀行の,の口座を使うことなどです。で、9番はローカルで、えー、これは、まあ、行き過ぎたグローバリゼーションに抵抗して、さらに、まあ、不必要な輸送を避けるためにも、えっと、地元の 人たちとと一緒にに仕事をすすることの大切さについてで,すで10番はコミュニティで、えっと、まで、あ、サステナビリティも気候変動もすごく大きな問題なので、えっと、一人で立ち向かうことがすごく難しいですなので、まあ、コミュニティを作ることで、えっと、大きな変化を生み出すことについて書いていました。 うん、そうですね。これ、それぞれの項目の中に、さらにこう、詳しく、こういうことができるよねっていうところを、あの、グループリサーチの中ではまとめていたんですが、まあ、今日は、あの、全部を、あの、深く掘っていくことはちょっと時間的にも難しいので、えっと、一つ目のエシックス、倫理観について少し広げて話していく。 これからちょっと話しようかなと思っています。でこのトークを聞いてくださっている人の中でと、グリーンウォッシュっていう言葉を聞いたことがある人がいるのかい、いると思うんですけど、それについてちょっと話していきたいなっていうふうに思います。でまあ、グリーンウォッシュっていうのは、 ええ、まあ簡単に言うと、えー、本当は環境配慮をしているわけではないのに、まああたかもしているような言葉や表現、視覚表現ですね。で、消費者に自分たちは環境配慮をしていますよって思わせて、まあ誤解を招くような表現をしていることを指します。で、まあ分かっていてグリーンウォッシュに加担してしまう例もあ,ありますが、まあその場合は、えっと、 倫理性を問われるんですけど、まあ、気候変動についての知識が足りてないことから、グリーンウォッシュに加担してしまうという例もあります。で、それをいくつか紹介したいなと思うんですが、まず、えっと、これが、ジェラという日本のあ会社の広告です。えっと、このジェラっていう会社は、現在のあ日本の最大の発電企業、 で,す、ね、で2020年度の日本の CO2 排出量の、えっと、12%も占めています。で国内最大の排出企業でもあります。で JERA が今進めようとしているアンモニアを燃やして作るエネルギーっていうのが、まあ、ここで言われてる CO2 CO を出さない日を作るっていうところなんですけど、まあ、確かにアンモニアを燃やす 際には CO2 が出ないんですが、そのアンモニアを、その燃やすためのアンモニアを生成するときに多くの CO2 が出てしまうんですよねで。そういう意味で言うと、これはすごく、まあ、言ってしまえば、嘘を言っているようなのコピーになってしまっていると思います。で、実際にあの国内外から多くの批判の声が上がっていますし、えっと、 まあこの広告を見た人たちに対して、いかに真実を伝えていないかっていうのも見えてきます。で、まあ、正直日本のグリーンウォッシュの例を挙げるときりがないんですがと、実はデンマークでももちろんあります。で、これはデ a ニッシ s h c r o という養豚企業のとリーブランディングのケースで、で彼らはまあ豚の 産業ですごくお金をもう、まあ、けてる企業なんですけど、えっと、自分たちはサステイナブルだっていうのを出したいっていうことで、リーブランディングを数年前にしました。で、えっと、クライメットコントロールされた豚というエコラベルまで自分たちで作って商品に貼るようなことをし始めていました。で、まあ、 まあ、養豚産業がどう悪いのって思う方もいるかもしれないので、ちょっと説明すると、まあ、デンマークの養豚産業は本当に大きな産業で、えっと、調べたところ、えっと、年間2800万頭の豚が生産されています、まあ。生産されているっていうとオブラートに包まれてるんですけど、要は殺されて食べられてる。毎年っていう感じですね。なので、豚の飼育時の CO2 の排出や、 えっと、豚の糞尿から来る環境汚染が深刻な問題になっています。で最終的にですねたあのこのラベルは環境団体からの指摘によって、えっと、消費者の誤解を招くものだと訴えられることになります。でえっと、現在はこの,あのクライメットコントロールされた豚っていうラベルの使用はなくなりました。で ちなみにこのデイニッシュクラウンのリーブランディングをしたのが、えっと、コントラプンクトっていう名高いデザイン事務所が担当していたんですよね。で、私はこのデザイン事務所の仕事をすごく尊敬していたので、それに対しても結構大きなショックを受けました。で、まあ、その、さっきさっと話した収支過程でのグループリサーチを経て、で、現実に起きているグリーンウォッシュの例を知るうちに、 この気候変動とグラフィックデザインというテーマで本を作りたいなというふうに思うようになりました。で気候変動に対してこう積,極積極的な行動を実際に起こしながらグラフィックデザインに携わっているロールモデルを探し,探してインタビューをしたいなというふうに思いましたで。それを経て作ったのがこのジレンマとともに未来からデザインする という本です。で、この本の副題を気候危機時代にグラフィックデザイナーができることとはとしています。うん、先に紹介したグループリサーチの,あの10個の項目の部分は、えっと、この本の最後にも実践がいるという形で収録しているんですが、えっと、ここから先は 本の中でインタビューした5組のデザイナーさんたちの言葉を紹介したいなというふうに思います。えっとまあ、実,際実際にこうできる具体的な行動っていうのもご紹介するのもいいなと思ったんですけど、まあ、せっかくなのでもっとこうインスピレーションがもらえるような言葉の数々を紹介していきたいなというふうに思います。えっと 五組、あの、本のためにイン、えっと、インタビューをしたんですが、えー、一人目は長島理香子さんです。多分知ってる方も多くいらっしゃると思うんですが。長島、まあ、さんは、えっと、印刷時に必ず出てしまう廃棄に注目して、それをグラフィックに取り入れる表現をしていたりですとか、えっと ベネチアで行われていた、ビエンナリに行かなくても、えっと、行ったような体験ができるサイトのデザインをしていたりでしたか、あのサイト上でも環境配慮をね、あの、いつも大事に考えているってことを表明しているデザイナーさんでもあります。で長島さんは、えっと、インタビューの中で、 目の前のなすべきことをなすという姿勢は大切だと思うものの、様々な方々からお声掛けいただく中で、何でもかんでもお仕事を受けして、目の前の仕事をデザインでより良くすることは、時に正しいことではないので、やらない倫理観を自分の中に持っています、と言っていました。で、お子さんを出産してからの働き方の の変化について聞いたときには、自分の想像する未来の時間が100年延びました。自分が死んだ後にこの子も生きていく。その環境がとても過酷なものであることを想像したら、自分にできることはしたいと強く思うようになりました。と言っていました。えー、この長島さんのパーソナルな視点からの言葉だったからこそ、 未来世代のことまで考えながらデザインすることの重要性をすごく感じました2人目のデザイナーさんはジョニー・ブラックさんでアメリカ・サンフランシスコを拠点にされていますでジョニーさんの事務所のこの The Office of Ordinary Things っていう オフィスは、えっと、世界初の r ルモの,のインクですね。モからできたインクで、えっと、印刷した冊子のデザインワークで知られています。で、また、どのデザインワークも、えっと、使用した、えっと、デザイン、デザインの過程で使用した素材が、どういう環境配慮がなされているかっていうのをウェブサイトに明記している、えー しているっていうところがとても素晴らしいなと思ってインタビューすることにしました。で、ヒョンニーさんにサステイナブルなデザインについて聞いたときに言ってくれた言葉が、こちらですね。サステイナブルなデザイナーは真の優れたデザイナーであるということも忘れてはならないと思います。そこに断絶があると思うのです。 サステイナビリティだけに焦点を当てても影響力を発揮することはできないでしょう。興味深く、挑戦的で、視覚的に美しいデザインを想像しなければなりません。ジョニーさんのサステイナビリティがグラフィックデザインに組み込まれている状態っていうのを、普通の状態にしたいっていう意思を強く感じる言葉でしたし、私自身はどちらかというとこう、 環境問題の方にフォーカスがいきがちだったので、この言葉にはすごくハッとさせられました。3人目は、クシュブガンディさんで、彼女はインドのプネを拠点に活動されているデザイナーさんです。彼女はあのグラフィックデザインの仕事もしつつしているんですが、 えっと、現在は、素材の研究所っていうのを自分で設立して、えっと、主に成分改正の素材、マテリアルを開発する事業に焦点を当てて活動されている方です。で、クシュブーさんには、デザイン業界が経済成長に伴って、北半球、いわゆるグローバルノースを中心に発展して、 してきたことについてと、あとまあ、それに伴ってインドなどのグローバルサウスの国々が、グローバルノースが出してきた CO2 によって、気候変動の被害に苦しんでいるってことの不要動性についても聞きました。ニ、うん、クシュブーさんは、うん、それが、それは事実です。視点の違いや、誰かの意見ということではありません。 経済成長の違いはデータと歴史に集約されています。そして、これが自然環境に大きな圧力をかけており、グラフィックデザインはその一部なのです。世界の北、西と南,南、東の間に公平な違いがあったとしても、個々の国ができることはたくさんあります。と言ってくれました。で私はまあ日本で 生まれ育って、今はデンマークを拠点にデザインをしているので、まあ、要はグ,ラグローバルノースの側にいる人間なので、えっと、くしさんのこの言葉はすごく重く響きました。4組目の,あのインタビューをした人は、 This ain't w o c k i n r o っていうデザイン事務所の二人です。で、このクライブさんとチャーリーさんが、えっと、設立したイギリス、あ、拠点の事務所ですね。で、彼らは、えー、環境運動団体の Extinction Rebellion リリっていう団体のビジュアルアイデンティティを作ったデザイナーさんたちです。で、 日本でどのくらい知ってる人がいるかわからないんですけど、このエクスティンクションリベリオンはすごく大きなムーブメントになって世界中に広がりました。で、今も、えっと、世界各地で、えっと、グループがあって活動をしています。で彼らが作ったビジュアルアイデンティティの素材は、えっと、すべてダウンロードが可能になっていて、えっと、デンマークでも、あと日本でも、えっと、その、 アイデンティティを、その、現地の人たちが自由にあのカスタマイズして使うっていうビジュアル、視覚表現が可能になっていたのがすごく素晴らしいなと私は思っています。でそうですね。クライブさんに、まあ、再生紙を選ぶことなどの素材選びについて聞いたときに返ってきた返事を紹介します。 えっと、素材を選ぶことよりも目的を評価することの方が重要だと思います。この紙の目的がマクドナルドの包装紙だったらどうでしょうもしその紙があるグループの人々が独自の通貨を持ち、地元で商品を交換できるようにするためのものであれば、それはやった方がいいでしょう。目的が全てだと思います。ね 実際にこのクライブさんとチャーリーさんは、えっと、ある限られた地域でしか使えないローカル通貨っていうののデザインもされていて、えっと、まあ、同じ紙でも使用の目的の違いの大きさっていうのをのインタビューの中で説明してくれました。でまた、チャーリーさんは、 えー、おすすめの行動はお金の流れを追うことです。企業やプロジェクトなどの報告書が発表されたら、誰がお金を出したのか調べるべきです。タバコ産業で起きたことが今化石燃料と民営化の分野で起きているのです。これらの企業のロゴ、デザイン素材、広告、すべてのグリーンウォッシュはデザイナーとの共犯によって行われています。と 言っていました。さっきにも話したようにと、グリーンウォッシュは今本当に世界中で起きていて、そこにもうデザイナーが、特にこう、優れたデザイナーが加担しているっていうことに対して、私は大きな問題だと感じています。で、一見こうグリーンに、グリーンに見える表現でも、実はその、調べてみたら化石燃料事業が スポンサーになっているってことも多くあります。このお二人の話からはそういう、えっと、目的だとか、えっと、スポンサーに目を向けることの大事さについて学びました。で最後のインタビュー員の方が、えっと、ベネデッタ・クリッパさんです。えー、彼女はイタリア出身ですが、今はストックホルム スウェーデンを拠点にされています。で彼女はデザイナーとして働きつつも、えっと、大学で講師もしていて、ビジュアルサステナビリティという考え方を確立して生徒たちに教えています。で また、彼女自身の,あのグラフィックデザイナーとしての仕事としては、えっと、彼女は、その、そぎ落とされたデザインっていうものが良しとされる昨今に対し、のデザイン業界に対して、えっと、疑問を投げかけるようなグラフィックデザインを行っています。えーで、ネネッタさんの言葉の中で特に印象に残っているのは、 デザイナーとは、すでにこの世に存在しているものを超えて、他の何かを示す仕事をする職業です。目の前にあるものをただ受け入れるのではなく、その先にあるものを構築するために存在している。それがクリエイティブです。このサステイナブルではない世界は、特定の人が特定の期間に作り出したものです。避けられないものでも、ベストなものでもありません。うん と言ってくれましたで、まあ、正直こう現在のグラフィックデザイン業界作られたデザイン業界の中で生き抜いていくことばかり考えていた私にとってもこう業界の在り方そのものに疑問を投げかけることの、まあ、勇気がいるんですがそれに対しての背中を押してくれる言葉でもありました。でまあ、ここまでが本のインタビューの紹介でした。 ちょっと駆け足になっちゃって申し訳ないんですが、まあ、実はまだまだたくさん紹介したい言葉が、インスピレーションをもらえる言葉があるんですけど、今日は、えっと、このくらいにしておきますで。で、このインタビュー、グループリサーチとインタビューを経て、こう、いろんな気づきや、えっと、前向きな発見をもらった後、 まあこの本を作っていたのが2年くらい前なので、それから自分がこう、どうやって、あの、働いているかっていうことを、私が実践していることとして、共有していきたいなっていうふうに思います。まずは、クライアントワークで,で、クライアントワークで、 も決めていることを二つご紹介します。気候変動や環境破壊、社会的不平等を悪化させるようなプロジェクトやクライアントの仕事は引き受けないと決めています。これは結構なんか強いステートメントだと思うんですけど、えっと、ただこの判断をするためには気候変動や環境破壊が どうして生き起こってるのかっていうことを知らないと、えっと、判断ができないと思うんですよね。まあ、それの結果として、さっきお見せしたようなグリーンウォッシュに、こう、優れたデザイナーが加担するってことが起きていると思うので、まあ、この、このルールの中には、その自分がその気候変動について学びを続けるっていうことも含んでいます。で、まあ、その学びを続けることは、まあ、 前提として、あとまあ、指標として私が設定しているものが2つあって、でまあ、1つは化石燃料の事業には関わらないようにする。そういう事業に関わっている企業のデザインの仕事は絶対しないっていうのと、あとは、まあ、自然や人々の搾取をしていないかどうかっていうのもなるべく確認するようにしています。 もちろんそういうことは見えないようにされているので、実際に確認するのは難しいですが、えっと、なるべくあの自分のできる範囲でのリサーチをあの引き受けるかどうかの返事をする前にするようにしています。で、あとこう、自分に来た仕事の依頼以外にも、例えばその会社がやってる別のプロジェクトで、どんなプロジェクトをその会社がやってるのかっていうところもチェックするようにしています。 で、そこで自分の考えと合わないっていうものがあれば、えっと、まあ、クライアントさんと話すか、まあ、お断りするっていうふうにしています。あのまあ、とはいっても、あの、皆さんもそうだと思うんですが、えっと、家賃を払って、ご飯を買って、生活をしていかなければいけないので、まあ、常にこう、 自分がやりたい仕事とか100%納得ができる仕事ばかり受け入れら、受けられるっていうわけではないですよね。なので、まあじゃあ、引き受けるって決めた仕事の中で何ができるかっていうことなんですが、えっと、その場合は、えっとまあ、引き受けると決めた仕事の中で、えー、環境配慮や倫理的配慮を促すデザインを提案するってことをしています。まあ、 なんかちょっと、ん、えっと、ぼんやりした表現だなって思うかもしれないんですので、詳しく説明すると、えーまあ、例えばですが、こう、生産過程で不必要な輸送があった場合に、こう、ローカルな選択肢を提案したりですとか、あとは、まあ、その、これからデザインして生み出していくものの寿命を一緒に考えたり、 あとはその使用後がどうなるのかっていうところまで考えたりっていうところです。で、媒体とここに書いてるんですが、これはこう印刷とデジタル、どちらがいいのかなども含みます。でちなみに、こう、多分デジタルデザインはエコだと思っている方も多いと思うんですが、えっと、実際にはそのデータを保存するサーバーのエネルギー消費があったり、えっと、そのデザインを 見るためのデバイスが必要になるので、で今、地球の人口が増えているという状況で、デバイスの資源が枯渇していたりという現実があるので、印刷物の方がエコーな場合も実は多いです。あとは、そうですね、再生紙を選んだりとか、プラスチックを避けたりなどの素材選びとか、えっと あとは本だったり冊子だったりしたら紙取りって言ってその印刷する前の紙のサイズに合わせて、えっと、仕上がりのもののサイズを決めることで紙の無駄を減らすっていうこともできます。でまあこういうルールを今私は設けているので、えっと、私はその再エネではないエネルギー産業とか まあ化石燃料を使う車や飛行機産業とか日本のメガバンクのような化石燃料に投資をしているような企業との仕事はしないんです。もちろんそういう企業がこうシフトしていってもっと環境配慮っていうふうになっていったら考えますけどそれをそうならないま、そうなるまではやらないっていうふうに決めてます。で、もちろんそう、そうやってこう受けない仕事っていうのを設定していくことに対して 怖いいいいっって思思うう人もいっぱいいると思うんですよね。ねなんかそれをやらないって言ったらもう二度と仕事が来ないんじゃないかって思うかもしれないんですが私の経験からすると、えっと、そういうポリシーというか思ってることによって逆にこう気候変動関連で活動している人たちからの信頼を得ることができるしまあ そういう私だからこそやってほしいっていう依頼が増えたように感じます。で、まあ、もちろんその向こうから依頼が来るっていう,いうのが理想的ですが、えっと、まあ、自分が一緒に働きたいなって、仕事したいなって思う人たちに、こう自分のデザインワークを見てもらえるように、こう、えっと、こっちからも、えっと、アプローチしたりしています。で、 クライアントワーク、こういう感じでいろんなことをやっています。で、クライアントワーク以外にも実は自分のデザインのスキルを使っていろんなプロジェクトを行っています。私はその気候変動の解決には社会全体の変化が必要だというふうに思っているので、 えー、4年前から、モうユースのジャパンという政治や社会について伝える、えっと、インスタグラムのデザインも行っています。これは、うん、そうですね。アンダーサーティーのためにの、えっと、政治社会の教科書メディアということで、えっと、ずっと続けているプロジェクトでもあります。まあ、そのインスタグラムのデザインもいろいろやってるんですけど、あとは、 えー、他にも日本語が喋れないヴィーガンやベジタリアンの人が日本でご飯を食べられるように、えっと、コミュニケーションツールを作ったりですとか、うん、あとはヨーロッパで数が減っている渡り鳥についてのカレンダーを作って、えっと、その鳥の保護活動をしている人たちの啓蒙グッズとして使ってもらったりですとか、あとは、えー そうですね。日本で大きな選挙があるときには、えっと、投票ポスターというプロジェクトを行って、えー、投票を促す活動もしています。で、ここで紹介した活動以外にも、実はいろいろやっていて、えっと、自分のできることは時間と体力が許す限り、なるべくやろうと思っています。 ただですね、えっと、気候変動の悪化は、本当に、まあ、2019年からその本格的に、こう、環境活動化って名乗って、できる限りのことをしようと思ってやってきてはいるんですけど、変動の悪化は本当にどんどん進んでいて、で、最近も、えっと、もし CO2 の排出量を大きく減らすことができたとしても、えー、2030年代に北極海の 氷がが夏の間消失するる可能性があるっていうニュースを見ましたで、まあ、気候変動のニュースを追ってない人からするとそれってダメなのって思うかもしれないんですけど、実はこれは、えっと、大きなティッピングポイント、その臨界点って言われてる現象の一つで、えっと、これが起きると地球の環境が 多くの人々や生き物にとって住み,住,み続け住み続けられない状態になるスイッチのようなものだって言われていることです。で、これは本当に4年前はこれが起きちゃったらやばいねみたいな感じで話されていたことだったんですけどそういうニュースがどんどんこう現実的にしかも50年後とかじゃなくてもう10年後に起きるっていう形で ニュースとして報道されるようになってきています。で、そのまあ、いくら頑張っても、気候変動を止めることは不可能なんじゃないかっていう気持ちは、もう毎日のように押し寄せてきて、正直、すごく苦しくなります。うん、で、まあ、一人で気候危機に取り組むのは本当に難しいです。で私、 自身もやっぱりやってもやっても変わらない状況を見ると、うん、どうしようもない気持ちになるんですけど、なるし、まあ正直も諦めたくなり、なる日もあります。でもなんかただ今が楽しければいいっていう方向に逃げたくなる時もあります。でも、やっぱり、こう、まあ、小さい時に思、なんか大切に思ってた、こう自分の好きな生き物だとか、あとは、 まあグローバルサウスで貧困に苦しんでいる人たちの命をまあ諦めるわけにはいかないなっていうふうに思ってるんですよね。なので、えっと、今日トークを見てくれた人たちにも、えっと、変化を起こしていく仲間になってもらえたら嬉しいなっていうふうに思っています。でまあ、いろんなこうリサーチとかインタビューとかを 経て、私が今考えている、大事だなと思っているスローガンは、えっと、極端な消費主義に奉仕するグラフィックデザインではなくて、えっと、より良い世界を想像するためのグラフィックデザインを、で、これを、あの、多くのグラフィックデザイナーさんたちと一緒にしていけたらいいなっていうふうに思っています。 私からの話はこれで以上になります。矢山さん、ありがとうございました。矢山さんの,あの実践と、デンマークのデザインと環境の今みたいなことを申し上げていただいて、こう一デザイン関係者としては、新しい見方で、環境の関わり方、環境との関わり方を考えることができたかなと思います。ありがとうございます。そうしましたらですね。 YouTube のチャット欄に、えー、と質問が来ているので、早速、えー、読みたいと思います。よろしいですかね。お願いします。はい。デザイン事務所で働いてい,たいましたが、えー、ものすごくゴミが出ることがストレスでした。うん、たくさん支度をして、クオリティを極限まで上げることと、地球に優しいということはトレードオフみたいなものかなと思っていたのですが、 平山さんはどう思われますかという質問です。いや難しいでしょうね。なんか、うん、私もそのデザイン事務所で働いていたときは、正直、こう、自分にそのすべてをこう変える権限はなかったので、やっぱりそのジレンマを、まあ、この本のタイトルはジレンマと共になんですけど、感じながらデザインしてたとき、時間はすごくありました。でも、 うん、その、やっぱり、ほんの少しでも、なんか少し、その、例えば、廃棄が減る方法を考えたりだとか、例えば、その、作った後の,の、作られたものがリサイクルされる方法を考えたりとか、あとは、リサイクルではなくて、さらにこう、別の方法でもう一回使われることを考えるとか、なんか、とにかくその、自分のクリエイティビティをフルにかど活用して、こう、なるべくその、 環境負荷がかからない方向を目指していくっていうことが大事なのかなって思っています。もちろんそれ自体、その一つの変化が大きな変化を生み出すわけではないんですけど、それをグラフィックデザイン業界全体でやり始めたら、そのクライアントも、あ、これじゃダメなんだっていうことに気づくと思うんですよね。まあ、あの、その全、そうですね。だから、やることにす、は、 やることにはすごく意味があると私は思ってます。なんか一人一人がそれを、ここおかしくないですかっていうことをこう疑問を投げかけていくことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。確かに少しずつでもなんかこう意識が変わっていくと、ちょっとずつでも変わっていくんじゃないかなっていうのはあります、ね、なんかグリーンウォッシュはデザイナー、うん。 との共犯によって行われているっていう言葉は、なんか改めてギクッとしました <laughs> はい。ありがとうございます。あと、で、プロダクトのデザインをする際に、削られたマイナスのデザインがいいと指導されることが多いのですが、実際、色ハスのラベルなどが当てはまると思うんですが、削られることは良くない場合というのはありますか 視覚表現でってことですかねそぎ落とされた。そうですね。イルハスのラベルで言うとそうかもしれない。うん、そうですね。そのあたりは本当になんか好みの問題っていうのもあると思うんですけど、その、あのトークの中で紹介したベネデッタさんは、その、まあ、特にあのヨーロッパ今、すごくそぎ落とされたデザインが主流なんですよね。まあ、特に北欧はその傾向が強くて、 まあ、いわゆる装飾的なものとかを排除する傾向にあるのが、まあ、全体のトレンドとしてあります。でもそのベネデッタさんは、その、それを美しいって思うこと自体に警告をちょっと鳴らしている方で、その、私たちが何を見て美しいって思うかっていうのは、結構その、私たちの環境によって作られているものだと思うんですよね。だから、 デザイナーがそれをある程度コントロールできてしまうっていうところがあると思います。なので、その装飾っていうのはもともと、例えばですけど、まあ、昔、こう、お皿とかを作って、ちょっとなんかシンプルすぎて物足りないというか、ちょっと冷たい感じがするからと思って、多分お花の絵を描いたりとか、地ちに描いて可愛くしようみたいなことを、 したところから、なんか装飾っていうのをできてきてると思うんですけど、そういう、そういう装飾自体が美しいものじゃないっていうふうな感覚にすり替わっていくことに対して、まあ、その一気に変化が起きるとは思わないですが、少しずつそういうことが起きてると。なんか、そういうことに対して、えっと、疑問を投げかけていらっしゃって、で、私もそれは確かにそうだなっていうふうに思います。で、なので、 うん、ああうまく言葉にならないんですが、<laughs> なんか答えになってないかもしれないんですが、なんか、えっと、削ぎ落とされたデザインが常にいいっていうふうには、いいっていう、そういうシンプルな答えではないんじゃないかなっていうふうに思います。なんか求められてるもの、求められてる、えっと、えっと、環境に合わせてデザインしていくべきだし、あとは、まあ、 このスタイルがかっこいいからこれを持ってこようっていうような表面的なデザインではなくて、そのケースに、そのケースに合わせて、その、そこに、そのケースだからこそあった表現っていうのをするべきなんじゃないかなっていうふうに私は思っています。ありがとうございます。どんどんもう一つ読みます、ね。はい、ね、すみません。えーと グラフィックデザインにおいて、ポスターデザインで、えー、バイオプラスチックのような素材を使用していることについて、平山さんはどう思われますかとのことで。バイオプラスチックはちょっとまだ、えっと、完全には信じてないかもしれないですね。<laughs> えっとまあ、でもその、成分解性のプラスチックの開発を進めている人たちがいるってことに対しては、いいなと思っているし。 えっと、プラスチックじゃないとどうしても難しいっていうこともやっぱりあると思います。特にこう医療関係の分野とかだと、なんかプラスチック脱プラっていうのはちょっと難しいんじゃないかって言われているんですが、でも正直それ以外のこうパッケージングプラスチックとかは、プラスチックじゃない素材でもあの代用が可能なんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、そうですね。うん あんまりこのバイオプラスチックのハイプみたいなやつにすぐに乗っかるというよりかは、ちょっとそのバイオプラスチックがどれぐらい本当に効果的なのかっていうところを考える必要があるんじゃないかなっていうふうに思いまして、もしそれ以外のオルタナティブ、例えばグラシン紙なとかは、まあ、半透明の紙で全く、あの、なんですか、ケミカルなコーティングのないものなので、えっと、そういうものとか、あとは、うん まだ、まだ完全にしあの市場に来てないかもしれないんですけど、それこそ階層で作る、えっと、ラッピングの,あの技術っていうのが今開発がすごく進んでいるので、まあ、そういうものにか、そういうものの方がこれから来るんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほど。最難なんかう勉強し、ね、することがたくさんあって大変ですね。<laughs> そうですね。い。<laughs> はい。なんか。はい。でも。 続いて、えー、とても興味深いトークをありがとうございます。気候変動関連のクライアントさんからの依頼が増えたとおっしゃっていましたが、具体的にどのようにお仕事に繋がってきましたか、えー、環境活動家を名乗ることも大切でしたかというようなです、うん。そうですね。えっと、まあ、正直に言,に言うと、本当に自分が仕事をしたい人たちの,の に対して、いわゆるネットワーキングみたいなのをしていた時期があって、そのもう自分はこういう仕事を引き受けないって決めた時に、じゃあやっぱりお金を稼ぐためには誰かから仕事をもらわなきゃいけないっていうことになるので、そうなった時に、こう自分の売り込みっていうのを、その、この人たちの仕事だったら引き受けたいっていう人たちに、まあ、たくさんメールを送ったりとか、そういう人たちが集まる、こうイベントに行って名刺を配ったりとか、そういう まあ、泥臭い、えっと、ことをして、なんで、まあ、全員が全員、あの、もちろん仕事をくれるわけじゃないですけど、やっぱり興味を持ってくれた人たちが戻ってきてくれた、くれて、で、まあ、自分がその、えっと、そうですね、多分、環境活動家って名乗ることっていうよりかは、多分、気候変動に対しての知識があることに対して、こう、価値を感じてくれてるクライアントさんが多いかもしれないですね。 ありがとうございます。そうしました。お仕事関連に一つ、また関連している質問なんですけど、はい、えー、長島さんの言葉にもあった、仕事を選択するということを、他の方が受けてしまったら解決にならないのでは、うん、とも感じてしまいました。そうです、ね。意地悪な質問だとは思うんですが、意見をお伺いしたいです、とのことです。うんうんうん、そうですか、ね。しすね、それは本当に、もちろん、そう、そうなんですよね。私もそう思います。 でもなんかまあ、これに関してはだからどちらかというと自分の心地よさを重視してるっていうか、多分その自分がその仕事をした後で、まあ私は絶対にこう罪悪感を感じると思うんですよね。でしかもそのデザインの仕事って皆さんは、まあ、もちろんご存知だと思いますけど、すっごい時間をかけてたくさんリサーチしてたくさんスケッチして、こう自分の時間と労力を費やしてこう行うもの。 なんですよね。で、自分のパッションとか、タレントとかを使うものですよね。だからやっぱりその、その自分のためにも、やっぱり自分が信じてないプロジェクトを引き受けるっていうのは避けた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、あとその、例えば、まあ私は、私はそこまで影響力ないですけど、例えば私はあなたたちの授業がいいと思わないので、 引き受けないですっていうメールを私は送るようにしてるんですけど、そうしたときにやっぱりクライアントにちょっともう一言言ってるわけですから、まあそれによって、あ、こういうふうに考えるデザイナーさんがいるんだっていうことを知ってもらうきっかけにはなるのかなっていうふうに思います。その,その一言を添えるのも地味にもうだ大事なことだないうふうに <laughs> <laughs> 思います。ありがとうございます。えっと。 どうしうかどう学生さんのコメントかなとも思うんです。うん、私も環境問題に取り組むようになって、ウェブサイトにステートメント、環境問題や社会課題の研究を記載しました。それによって仕事は増えましたし、たくさんのつながりもできました。でさらに、初めから依頼主と同じベクトルで話ができるので、とても心地よいです。 課題は多く、辛いことも多いですが、うんえー、秀山さんは、環境問題への考えを表明することで、どんな良い,いことが起きましたかとの質問です。うん、いや素晴らしいですね。いやうん、でも、本当同じで、そのステートメントを作る、まあ、その自分のサイトに表明するときは、ちょっと勇気はいったんですけど、やっぱりそれをしたことによって、あの依頼してくる してくれる人たちもやっぱりそれに賛同して、えっと、依頼してくださる人たちがほとんどなのでそういう意味ではもうそのフィルターをそこでかけられるというところもありますしあとはやっぱりこうアクティビズムにこう真剣に取り組んでる人たちとか、まあ、ビジネスにおいても気候変動の気候変動対策を推し進めたいって思ってる人たちはあの一緒に働く人たちもそういう考えを共有している人たち ちょっとやりたいって思ってる人が多いので、やっぱりそれを表明することで、新たにこう出会えた人が素晴らしい出会いを、あの、私もあ,あ,のあったので、あとまあ、おすすめですね。<laughs> なんかなな、失うものはあんまりないんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。では、最後の、最後のいいのか、最後の質問を読みますね。はい えっと、ポッドキャストのエメラルドプラクティシーをよ聞いていて、平山さんについて知りました。興味深い投稿ありがとうございました。平山さんの本は日本でも読めるのでしょうかという質問ですあ。ありがとうございます。えっと、実はそうですね、<laughs> 本作って、えっと、400冊コピーあ、400冊デンマークで印刷して作ったんですけど、そ,その本、うん 第一版の方はほとんどもうなくなってしまっている状態で、で実は今日本でえっと印刷する準備を進めています。なのでそれが多分6月中に入稿できるんじゃないかなと思っているので、えっとできたらお知らせいたします。でとあと e-book でもあの,の読めるようにしたいな。 っていう風に考えているので、もしこのトークを聞いて、もっとさらにそのインタビューの内容とか読んでみたいなって思ってくださった方がいたら、ぜひあのチェックしてもらえると嬉しいです。